ジュリウステオドール・クリスチャン・ロットサバーグ、ユリウステオドール・クリスティアン・ラッツェーブルクは、ドイツの昆虫学者、森林学者である。ベルリンで生まれた。父親は、ベルリン獣医学校の教授である。ベルリン大学で1821年から植物学などを学び、1828年に、ベルリン大学の志向士となった。ベルリン大学の創設と科学の分野に貢献した。 アレクサンダー・フォン・フンボルト、ビルヘルム・フォン・フンボルト兄弟に知られることになり、1831年は、巧妙な森林学者、ファイルに招かれて、エバース・ベルデの高等森林学校の教授となり、引退まで高等森林学校の実験樹木園で働いた。害虫の樹木に対する規制の研究のパイオニアで、応用昆虫学の創設者とされる。多くの著作があり、 ヨハンフリードリ・ヒホンブラントの教著のメディズニ社、ズーロジーの著者としても知られる。ラトセブは、植物の学名で命名者を示す場合に、ユリウステオドール・クリスティアン・ラッツェブルクを示すのに、使われる。ありがとうございます。